今起きた。全然寝とった。全然寝と、さっきまで寝とったわけじゃないんだけど、うん。でも朝いっぱい寝て、さっきでもなんかもう温泉にずっと行きたかったんですよ。そう、湯船に浸かってゆっくりしたいって思ってた、思ってて、でやっと、あ、で今日お姉ちゃんも休みで私も休みだったから温泉行かないって言って、あ、え、ね、寝てないんよ。温泉行って帰ってきた。温泉行って帰ってきて、でも朝めっちゃ寝た。昼まで睡眠負債めっちゃ返済してました。こんばんは。そうで、お姉ちゃんと、聞いてください、今日の今日の音声エピソード。なんかそのお姉ちゃんと温泉行こうって言って、お姉ちゃん誘って、なんか2人じゃ寂しいねって言って、弟連絡して、で弟とお母さんも来ることになって、で お父さんもみんなで行こうって言って、お父さん連絡したんだけど、風邪気味で今お父さん咳コンコンしてるらしくって、わしはもう家でゆっくりするわっつって、結局家族4人で行ってきたんですよ。ほんでなんかそのチケットを買って、そのなんか券売機みたいなのでチケット買って、そのチケットを受付で渡して、あのお風呂のあのなんだろう、男湯女湯でのこの鍵をもらうみたいなシステムの温泉だったんですけど、あの弟、私、姉、母の4人で行って買ったチケットを受付渡したら、帰ってきたその鍵が男湯の鍵2つ、女湯の鍵2つで、誰か男に見えたみたいな、あれれってなっちゃって、そう、もしかしたらそう誰か男に見えたのかもみたいな、あ、すいませんって、女3人ですって言って鍵返してそう、あれれ、幽霊男の幽霊が見えた、そう、カウントがあれ、そう、ニコニコできたんですよ。女の鍵3、男の鍵1じゃなくて、男に女2に見えて、そう、誰が少年に見えたんだって話で盛り上がりました。こんばんは。あずみんが少年に見えたのかな。こんばんは。そうで、湯船使ってめっちゃ気持ちよかった。ほんまに気持ちよかったです。結構種類がある温泉で、そう、気持ちよかった。ありがとう、ギフトありがとうございます、皆さん、ありがとう。ポカポカしてるもん、体が。リラックスできた、大事。なんかもうリフレッシュ、一気に疲れが取れました、マジで。1日でサウナあったけど入らんかったです。サウナは露天風呂入って、あのどこ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 みたいなやつに入って、そう、いやもう定期的に、いや、お母さんと、だからこれ定期的に来ちゃうやつだねみたいなみんなで温泉、これはちょっと定期的にやりたく、行きたくなっちゃうやつだねって。温泉ですけどね、え、ね、うん、
私ものぼせちゃう人だから、一個のお湯にずっと浸からずにいろんなお湯入って楽しんでる。そう、でもうすぐ眠れそう、ほんとすぐ眠れちゃう。このまんまこうやってできちゃう。今も完成してます、あずみんの体食事もした、うん、食事もして帰ってきました。お風呂上がりにコーヒー牛乳は、わあ、え、飲む、飲むの好きだけど今日は飲まんかった。弟が飲んでたコーヒー牛乳は。そう、弟が先出てて、自分ら弟待たせちゃってたから長風呂しちゃってて、女湯で、女湯組は長風呂しちゃってて、コーヒー牛乳はでも飲まなかったけど、お風呂から出たら弟飲んでた。こんばんは、実習会で検査ネットで、ええ、お疲れ、すごい頑張ってる。え、記録大変そう、マジで記録とか気絶すでに寝ちゃうよね。でもね、大変な時って。こんばんは、頑張ってね。そう、夏の暑い時期も温泉、え、入れる。でも露天風呂好きかな、夏は。うん、本当にゆっくりできました。え、アルバムね、再販始まりましたね、始まりました、お待ちしてます。再販始まったので、6月22があれですね、直近でお話できるのが6月22のリアルお話し会です。再販始まった、会いに来てください、本当に待ってます。なんかさ、ツアー回ってて、ツアー始まって、ツアー中にいいなみたいな、ちょっと気になるの話してみたいなってちょっとでも思ってくれたら、思ったよって方は来てほしいなと思いますね。ツアーで気になったみたいなこと。お待ちしてます。こんばんは、私ツアーの話もしたいし、最近の話いっぱいしたい。待ってるよまた改めて告知するね、来てください。いっぱい話して、本当に話したいことがたまりすぎてるから、マジで話したいです、みんなと。よし、じゃあちょっとバイキングライズのありがとう配信をねしようと思って。あ、25日期間、え、楽しみ、え、嬉しい嬉しい。もうコスプレも決めたから楽しみにしててください。25のコスプレ衣装も決めた。え、あずみ早く会いたい、腕部最高だった、え、嬉しい、え、会いに来て、会いに来て、話したいことやまずめ7月まで、それがさ一番さ試しいよねでもさあれじゃない、その会えた7月がもうたまらなく嬉しいよ。話したいけど会えない期間あっての7月会えた時、いっぱい話そうじゃん。7月いっぱい話したい。こんばんは、お、自己紹介、ほんまに楽しい、ほんまに楽しみ、早く話したいです早く話したいです。でバイキングライズのさゲーム、なんかあの1位2位で上位の方はあの得点がつくっていうか、得点をねあのお届けするのも今準備してるので、こっち側で
準備してるのが何個か何個かあるんですよ。ちょっとちょっと待ってね。聞こえてる。ちょっと弟が泊まってるんですよ。お姉ちゃんと笑ってる。笑い声がする。こそこそ。そう。聞こえた？みんなのところにも今横の部屋にいる。こんばんは。広告、え、わかんない。広告もいつ頃になるんかな。そう、温泉のなんかついでに。わかりにけな奥のファンは7月7日が最初の安定期間。イエス、そうですね、オンライン7月7日のオンラインが。弟くんも参加。ダメだよ、もう即バンだよ。弟、お姉ちゃんはギリいけるけど、弟はもう声が入った瞬間即バン。こんばんは。いや、こっから学校行く明日。行ける距離っちゃ距離なんですよ。はあ、せっかくなら泊まりだよって言って泊まってる。確かにコメントで参加はありくらいかも。声が高くバレるんかな。え、あつやさん知るほうも別々私の強制。あ、そうなん。いや、気づいてない、気づいてないわ。なんかログインできなくなっちゃってて、ゲームログインできんくなってるんですよね今。あ、カワとユウマイ、え、ありがとね、嬉しい。え、お見送られかね、嬉しい。近くまで行けてカメラ行けて嬉しかった。この前の広島での髪型すごく良くて、なんかパフォーマンスが光りましたって。え、嬉しい、ほんまに嬉しいなんて。え、お話会前半中だから、よかったら来てほしいです。嬉しい、仲良くなりたい。こんばんは。髪染めてない、染めてないですよ、何も乾いてない。え、当分ログインしてなかったのもあるんかもしれない。イベント終わってこの前ログインしたらなんかログインできなくなっちゃってたんですよ。こんばんは。そうかもしれない、長いことしてなかったから。よし、じゃあバイキングライズのお名前を読み上げていきたいと思います。参加してくださった方の名前、ちょっとね遅くなっちゃったんですけど、お名前読み上げるのが、バイキングライズ、まずは直屋さん、ありがとうございました。ちょっと待って、テロップテロップ。バイキングライズの
こんばんは。直屋さんありがとうございました。そしてあずみあずみあずすりあずみかなあずみポロンさんありがとうございました。でディオさんありがとうございました。これさ、みとか3をさ数字で表してるの可愛くて面白くて好き。そしてひろっちとさんありがとうございました。そしてしみこうさんありがとうございました。やる気猫けいさんありがとうございました。で藤玉さんありがとうございました。でやちりんさんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうね。なんだっけ、なんとか達成で得点もらえる方は楽しみにしててください。得点楽しみに待っててね。今準備中です。得点ハンナ方への得点準備中なので待っててね。じゃあそしてあおみんさんありがとうございました。モガガルさんありがとうございます。でサバタンさんありがとうございます。そう、達成ファンの方の達成のやつ、あと順位が上位5名、クランの中の上位5名みたいなやつの得点ですね、もらえるやつ。でコケ玉さんありがとうございます。そして昼休みさんありがとうございます。鍵37さんありがとうございます。メイルくんありがとうございます。そして鈴香みんさんありがとうございますありがとう。なんかね、懐かしいよね。もうちょっとゲームをしてた毎日が懐かしく感じます。そして竹まつるさんありがとうございます。シム852さんありがとうございます。そして遠いかぐやさんありがとうございます。あきかいさんありがとうございます。そしてゼロタピーズさんありがとうございます。そしてエスボーさんありがとうございます。そして魔物さんありがとうございます。そしてタンタカタン56さんありがとうございます。でライオン STU さんありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ありがとうございます。そしてミンさんありがとうございます。アッシュさんありがとうございます。そしてルートピオーネさんありがとうございます。リーダー29387778さん、この方名前を入れてなかったのかな、ありがとうございます。でキャロットさんありがとうございます。そしてリンクさんありがとうございます。続きましてアジタンさんありがとうございます。そして大120さんありがとうございます。でどこかのゆうじさんありがとうございます。ありがとうありがとうございます。そしてじゃん、くまねパパさんありがとうございます。マーキュルありがとうございます。そしてエビちゃんさんありがとうございます。で瀬戸次郎さんありがとうございます。そして芋や芋吉さんありがとうございます。浮遊物さんありがとうございます。そしてジュジュタソさんありがとうございます。リュウヤくんありがとうございます。そしてミャオコウちゃんありがとうございます。ありがとう、
そしてじゃん、ちょっと色が黒ペンがかすれちゃって、かすれちゃったので、ちょっとここから色が青色なんですが、こにゃまるさんありがとうございます。そして地獄嵐さんありがとうございます。そして雄大さんありがとうございます。そしてゆきみんさんありがとうございます。きのこっぴさんありがとうございます。ゴンちゃんありがとうございます。そしてひとりしかさんありがとうございます。D2525 さんありがとうございます。そしてもえちゃんありがとうございます。以上、あずみんクラン入ってくださった52名の皆さんありがとうございました。ありがとうね、ありがとうございます。約1ヶ月ですね。私は2回目のゲームイベントだったんですけど、あ、見逃したって言ってよ、竹まつるさん、おい竹まつるさんありがとう、ありがとうありがとうね。1ヶ月のゲームイベントで、なんか今回はあの今回はなんだっけな、頭が回んない、今回はあれだ、なんか個人で競う系のイベントじゃなくて、どちらかというと10人ゲームイベントに参加してるメンバーがいて、10クランあって、その10クランで目標を達成していこうみたいな感じの協力系のイベントだったので、結構なんですかね、楽しさ重視でというか、前回でも楽しさ重視でできたなっていう印象がありますね。平和だったねでも平和が一番です、本当にうん、平和、まあ平和が一番なので、平和ですごい楽しい1ヶ月でした。みんなと、うん、みんなとゲームできて、チャット欄が楽しいよね、あれね。チャット欄でも話いろいろやりながら、みんなであれですね、みんなで時間決めて戦いに行くのも楽しかった。ヘドバンなかったのが確かに、あのさ、前回はヘドバンのね、ヘドバンの印象強すぎて、ヘドバンしか記憶にないぐらいヘドバンだったから、来勤の時ね、確かそういえば萌えさんなかった時、確かになんかお隣さんとちょっとあばばばって時あったけど、でもね、来勤に比べたらかなり平和に1ヶ月楽しかったなっていう印象です。ありがとうございました、本当に一緒にねクラン入ってくださって、1ヶ月頑張ってくださって本当にありがとうございました。だし達成してもらえる、ファンの方が達成してなんかもらえるあるじゃないですか、動画とかメッセージとか色紙みたいなのを達成されてる方、獲得もらえるよって方は今ね準備中なので、お届けするまでの準備中なので、もうちょっとしたら届くかなと思うんですけど、それもね楽しみにしてもらえたらなと思いますので、ありがとうございました、本当にありがとうございました。確かにヘドバンね、懐かしい。トウモロコシ栽培確かに媒来は石と木、石がさ足りんかった、
あの石が通ってきたりんかったです。よし、えマジ痩せた本当。逆に最近ちょっと太ったかもと思ってちょっと痩せんといけんって思ってたこんばんは。今日あれかも、マジでリフレッシュしたけん、マジでリフレッシュしたけんあれかも、なんかすべてのうんガフィーンってなって、なんかふにゃーってしとんかも気持ち的にも今めっちゃふにゃーってしとる。うん、もうお風呂入って、え、そうめっちゃやっぱね、お風呂浸かるの大事だわ。あったかい湯船に浸かるって、もうめちゃめちゃ眠たいです今。ふにゃみん、うん、ふにゃみんです。よし、じゃあちょっとこっからはもらってた、最近もらってたプレゼントを、いやーそれがね今日ねやっとねゆっくりできて、あの開いたんですよ。もうさちょっとそれをありがとうって言いながら、見せ見せタイムします。ちょっと待ってね、持ってくる。お姉ちゃんと弟が連なってストレッチしてた静かな声で、多分配信あるから気使ってイヤホンさして静かな声ストレッチしてて、ちょっと面白かったその光景が。うん、なんか聞いてください、これちょっと今日怒ったんですよ。あのなんかあ、私に内緒で弟とお姉ちゃんがなんか、そう最近毎日ストレッチをして、それをあのお互いに共有するアプリみたいなのを入れたんだよねっつって、私に内緒で弟とお姉ちゃんだけで、その今日ストレッチしたよみたいなのを共有するアプリを入れてたんです私はなんで私入れてくれんのその中にって言って、そうだよそうだから、なんかだからあの三日坊主にならんように、そういい、あの知らせ合うんだって、今日やったよみたいなのそうだよ、ストレッチしない、私だってストレッチしますよ、そう互いに知らせ合うアプリの仲間はず、だから私も今日入れてくれって言って、今は弟が寝る布団をお姉ちゃんが出してる来なさいはい、ということでプレゼントを開封したいと思いますなんか私もそのアプリに入れてもらって、そうストレッチ仲間に入れてもらう。いやで、今回ね T シャツが多いT シャツが多いんですよ、もうありがたいことに。見てください、これは可愛い T シャツ、そうあっちあそこでこうやって踊る踊ってた踊って出ていかなかったから、あ、これ待って、やばい、危ない、これいけんわ、配信で見せちゃいけん柄だった、こっち黄色のクマさんですね、黄色のクマさん T シャツ、危な、見てないことにしてください、黄色のクマさん T シャツをもらいましたープー言うな、プー言わない黄色のクマさんって言ってください、みんな、危なかった、黄色のクマさん T シャツとプレゼント、ありがとうございます、黄色のクマさん T シャツと、これはね、なんかねプレゼント、今回そうハチミツ好きなクマちゃんの T シャツ
でプレゼント解禁前に届いてたプレゼントとかお手紙もあのスタッフさんが入れてくださっててありがたい本当に。これはねプレゼントが解禁する前に届いてた、これねあのみちゅさんの舞台の T シャツをね送ってくださってました。ありがとうございます、嬉しい。みちゅさんのえこれマジで起用レッスンでひな T シャツ、え変じゃない、変じゃないですよ、変じゃない T でも T シャツ多いけど変じゃない T が多かった。あとあでも待って嘘だわ、変 T あったわ、これ待って待って、これえこれ見てない、待ってこれ見てなかった、待ってなんで褒めたら伸びるか好きこういうの、待って嬉しい、褒めたら伸びる子この字体がいいですね、褒め待ってこのテロップ変えとこう、プレゼントありがとうにしとこう、褒めたら伸びる子。あともう一個待って、もう一個ある、じゃんピンクでキャプテン気づらこれキャプテンキャプテン T シャツいやーこれ着ようかな嬉しい、確かによく見つけるな、これ作ったのかな、すごいねこんな T シャツセンスあるね嬉しい、自己主張強すぎるよこれ、キャプテン嬉しい、ありがとう、マジこういうの好きです、めっちゃ、ちょっとレッスンできるね本当に、来たら送るメールとかで、ありがとう嬉しい嬉しい、 T シャツ着ます、ありがとう、 T シャツ、じゃあ T シャツからまず出してく、 T シャツ何個かあるんですよね、あとはじゃーん、これくるくるも着てた、はやとさん T シャツ、はやとさん T、 はやとす T、 最近のはやとさんも出してるグッズのはやとす T です、はやとす T、 これもね着よう、これくるくる着てたね、これもありがとうございます、はやとす T、 すごい最近の多分コラボ T シャツ、最新のグッあれかなっぽいですよね、最近はやとさんツイートしてるの目撃しました、はやとさん T シャツもありがとうございます、そしてそしてそう T シャツね、やっぱり T シャツ好きって話したら T シャツが多かったです、えあと見てください、これは本当に可愛い、もうこれ上下セットで、なんかねしかもこれちょっと今あのねお母さんがこれさちょっと忙しくってずっと中身開けて開けなくってリビングのところ置いてたんですよ、このままこういう感じでこういうのに入ってるんですけど、袋の中にあの入れてくださってるんですけど、スタッフさんこのまま持って帰ってきてリビング置いてたら、その私がツアーで他県に行ってる間にお母さんが来てプレゼントなんか見てたらしくってお母さんがその全中を見て、そうでこれも出して、これちょっと今から見せるんですけど、じゃんかわいいピンクのアディダスティー、ほんこれめっちゃかわいい、これはシンプルにヘンティーとかじゃなくてとてもかわいい T シャツを送ってくださいました、と見てこれがこれがかわいいんですよ、じゃーん、ジャージピンクジャージ紫かな、紫色のズボンもアディダスのズボン、めっちゃかわいくないですかこれね、ここにアディダスの模様が入ってて、これをお母さんが見てこれ私がもらおうかなってつぶやいてたっていうちょっと話をお姉ちゃんに今日聞かされました、それお母さんが私が使おうかなってでぼやいてたよって、渡さんお母さんには渡さん、そう危うくママの手に私にプレゼントしてくれたものに、え本当にありがとうございます、 T シャツは以上ですね、あ
ありがとう。あ、待って、あ、生誕 T シャツだわ。生誕 T シャツも入ってた。で、あとこれは部屋着じゃーん、かわいい、もこもこしてる、着ようかな今、部屋だから。ノースリーブの部屋着なんですよ、珍しいノースリーブの部屋着。よいしょ、ほっとこ。どう？ちょ、今半袖着てるんですけど、じゃん、部屋着、もこもこ部屋着です。結構素材がもこもこしてる、もこもこ部屋着もいただきました。可愛いよねこれ、白の。ありがとうね、本当にありがとうございます。可愛いマジで、これ本当これから嬉しいかも、ノースリーブって夏になるからノースリーブなのめっちゃ嬉しい。生誕はおさきセリカさん、おさきセリカさん、パセリさんの生誕だった。似合ってる？え、嬉しい、これ来ますね、ありがとうね、嬉しい。え、で待って、ノースリーブで一つ話が、でお手紙もたくさんありがとうございます。全部読んだ、マジで嬉しかった、ほんまに本当に。あとこれはじゃん、あ、待って、ここお名前ついてた、ね、中本ひめかさんのあの書籍もいただきました、嬉しい、めっちゃ。これはちょっと後でじっくりこれから読みたいと思います、ありがとうございます。 お本も嬉しいですね、お本も。最近寝る前にお本を読んで寝る習慣をつけたいなってちょっと思ってたので、最近本をいただけるの結構嬉しいです。お本お本嬉しい、本当にありがとうございます。で、これこんな、こんな感じでファンレター、解禁前に届いてたファンレターもいただきました、全部読みました、ありがとうございます。本当に解禁前からお手紙もたくさんありがとう。そしてそしてじゃん、これもね、可愛いの見て、バッピンかな、ピンですね、クリップみたいな、しかもペンライトカラーで揃えてくださってて、もう嬉しいです。心遣い、ペンライト、しっかりペンライトつけれるかな、どんどん体につけていくスタイル、プレゼントを。え、かわいいめっちゃ雑につけたけどさ、かわいい、かわいくない？あとこれ音符の、音符のピンもある。あ、このアクセサリーはハンドメイド品でしたって。え、すごい、手作りなんだ。じゃあかわいい、このままつけとこう。え、そう、メンバーカラーかわいいよね、しっかりメンバーカラー押さえてくれてる。そしてあ、これはボールペンでした、ペンもいただいて、これで宮島のさ、宮島のペンっぽいんですよね、宮島。じゃん、ペンもいっぱい、じゃん、いただきました、ありがとう。本当にこのガラスペンめっちゃ可愛い、気になる、初めて見たガラスペン。これインク買わんといけん、もしかして。え、これさ、え、待って、これめっちゃすごい、インク買って、え、待って、これめっちゃ楽しみ、ガラスペンすごくない？インク買って、え、すごい、今気づいた、これガラスペンってインク買って、インクので、インクで使うんだ。え、え、すごい、インクいるね、え、すごい。それは、そして、あ、じゃーん、これ嬉しかった、マジで本当に。見てください、これカメコでね撮ってくださったお写真をこうやって冊子でまとめてくださってるんですよ、マジでちょっと本当に嬉しい。待って、もうどれもねいい写真なんですよ、個人的おすすめは。え、待って、これもさ、みちゅさんの時のあれじゃない、みちゅさんの時の
すごいよね。ね、すごいですよね。手元にさ、こうやって残るのが嬉しいよね。あ、これも好き。これユミリンさんの卒コンの時ですね。グリーンアリーナののお写真。わ、クロワズだ。クロワズ。確かに。みんな欲しい。あ、え、みつさんと、待って、みつさんと、え、めっちゃいい、これ。え、めっちゃいい写真。え、待って、めっちゃ、めっちゃいい写真。確かに、あんまり、みんなが欲しい。これ、え、めっちゃいい写真。え、届いた。え、ありがとうね。嬉しい。つわのも来るねって。楽しみにしてる。ありがとう。そう、手作りで、そう、だから自分で撮ったカメコの写真を、手作りして冊子にして送ってくださったんです。すごいよね。グッズやばい、グッズ希望者が。え、そう、カメコのね、撮ってくださった写真も綺麗ですよね。うん、本当にありがたい。そしてこっからはね、ハヤトさんグッズなんですよ。めっちゃ見てください。これ多分ハヤトさんの出してるスイッチ入れ。でもスイッチ入れだよね。でも私さ、スイッチさ持ってないくってさ、弟にあげようかなってちょっと思ってます。スイッチ入れっぽいやつ。ハヤトさん、やばい、あと地味に2分。でもあともう1個なら、あともう2個だ。あとこれは、やばいやばいやばい、急げ。これはじゃん、こういう感じのクリップ、クリップでした。ありがとう。これも可愛い、これなんか挟める系、こんな感じの。とこれがね、特大でかい、見てこれ。ハヤトさんの、ハヤトさんのね、座布団。ハヤトさんの座布団も送ってもらいました。私のお部屋がハヤトさんに溢れちゃう。わー、見て、え、すごい長めの座布団、見て、ハヤトさん届いた。ありがとう、送ってくださった方、ハヤトスクッション。届きました。これちょっとハヤトさんにさ送りたいですね。プレゼントでいただきましたよって、ハヤトさんのグッズって。ありがとうございます。本当に以上ですね。最近いただいてたプレゼント以上です。めっちゃギリギリになっちゃった。ちょっと待って、先段字読むね。枕なの、え、枕これ。13位ナポリンさん、12位カギさん、11位ゴレヒロさん、10位ナラニさん、9位セキさん、8位リオさん、7位ラブリーフォーテッドフォーティシックさん、6位今山吉さん、5位ゆずきちさん、4位ナシーさん、3位ケイセティンさん、2位モリモリさん、そして1位はルルルルルルパン、コイさん。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうね。これ枕なの？え、じゃあこれで寝れる？もしかしてこうやってこれ寝ようかな今日。おやすみ。ありがとうね。ありがとう、おやすみ。